皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは幸せな経営と幸せなお金の関係性ということについてお伝えしていきたいと思いますえっ、ー、と今日はですね集客そのものとかのお話ではないんですけれどもお金の捉え方とまあ結果として集客と まあお客様のの考え方っていうものをどういうものに考えているのかっていうことによってまあ長続きする長期的にまあ幸せになれる経営ってどういう経営なのっていうのを今一度ちょっと昨今の傾向を見ていて考えてほしいなと思って問題提起という意味も含めてですね今日の動画は撮っていますのでそんな感じで聞いていただければと思います。 はいえっ、ー、とまず、ですねああのまあ、この話をしようと思ったまあきっかけと背景があるんですけれどもあのー、最近、ですねえっ、ー、とここ3年ぐらいかなコロナのあたりからなんですけれどもまあ教室業を新規で開業したい人って増えているんですよ。でで主にあの今までう 例えば教室業をやってなかった主婦の方とかっていうのも新規開業でやるっていう方もいらっしゃるし会社があの傾く要は業績不振で辞めることになって昔から憧れだった教室業をやりたいとか、まあ、いろんな事情はあるんですけど、まあ、要は背景がお金をもう少し増やしたい稼ぎたいということからやる方がまあ増えているわけなんですね。 ということは、まあ、資格産業という考え方からするとその資格みたいなものを取って、まあ、開業に資格なんてないんですけど開業してしまえばできるんだけれども今のトレンドは割と何かそういったディプロマ的なものを持ってレシピを借りて、まあ、それで開業するみたいなものとかがあの増えているんですよね。ということはディプロマを与える経験値のある先生の、まあ、合格講座というのが当たり前ですけど増えていって。 でその過程でなんていうのかなちょっとプチバブルが起きてる感じなんですよ。要は教室業って稼げない職業ですよねっていう風な見方が稼げる職業ですよねって見方に転換したっていうプチバブルなんですよね。でこの時にあの、まあ、私は16年以上教室業界見てるんですけど会社員だった時から含めてコンサル業になって8年ぐらい見てるんですが細かくそういう。 どういう動向でどういう商品が動いていってるのかっていうのを見てるんですけれどもそのお金の品格というか、えー、稼ぐ品格って言えばいいんでしょうかねそういうもののモラルがないなあという状態で、えー、お金だけをまあ稼ぐタイプの方とかもいらっしゃるんですよねそうすると、まあ、一見稼げてるんですけれども。 うん結果としてお客様もその方も実はそんなに幸せになってないみたいなケースとかがあったりするなあというふうに感じたので、まあ、幸せな経営と幸せなお金の関係性っていうものをお伝えしようかなというふうに思ってるんですよ。で、えーとまあ、あのポイントは3つぐらいあるんですけれども、まあ、そちらのねポイントをお話ししていくんですけどまずあの1つ目は。 えー、幸せなお金っていうのが、えー、っと自分が、うんまあ、サービスをするというか自分が先にその方のためにどういうことをしてあげることができるかっていうお客様ファーストの考え方を持てるか持てないかっていうのは結構大事な視点だなというふうに思ってるんですよ。これいいいいいいろいろなな方とととお話をしてててるとあの特にう、まあ、うまくいってない人とかっ人かのは えー、自分の駅を独り占めしたいっていうタイプの方が多いんですよねだからこれは私があの考えたことだからそれは人には教えないみたいな形のタイプの人ですね。これがあの結構こう価値あるものはもちろん価値あるものとして販売をして構わないんですけれどもその縛りが強すぎて。 でそのお客様に対してもそうですし同業他社に対しても厳しすぎる状態でやってる方って結局孤立していくので広がらなないなといとう感覚ですあの無料がいいって言ってるわけじゃなくて無料も戦略をちゃんと組む必要はあるんですけれどもうんそうですね大体こう、こういうところが広くて。 その無料で、こうきちんと与えていくことができる人の方が、結果としてリターン返ってきてるなっていうのは、ほとんどのケースそうだなというふうに思ってるんですよね。だから、独り占めとか搾取っていう、あの考え方をするようなタイプの人よりは、やっぱりあのお客様、ファーストで考えられる人の方が。 まあ、あの長続きすするるなあっていう感覚があるんですよねで最近いろんな方と面談してるんですけどあの稼ぐっていうことに対して昔はなんか恥ずかしいとかなんかブロックがある先生多かったんですけど最近そこのブロックがなくなってる先生多くなった反面その稼ぐっていうことに対して、えっと、自分だけが儲かるように動くような稼ぐ思考を持っちゃってる人が多いっていう傾向があるんですよね。あの例えば 同業者的な人とかを出し抜いても自分がうまくいけばいいという部分ですね。例えばあの、うん 例えば、仲間とですねこういう形でやろうって決めているのに一人だけ出し抜いて早く発表しちゃうことによってその人早く集めるとか一人だけ安い値段を設定することによって一人だけたくさん集めちゃうとかっていうことを躊躇なくできちゃうタイプの人っていうのは出し抜くっていう意味で私のとこたくさん来てねっていういわゆる搾取に近い状態でやるわけですよ。そうすると 例えばみんなでルールを決めている時にそれをやると当然、いますよねで結果として孤立していくことになるのでその時、一瞬集客がうまくいったように見えてもその後が続きにくいっていう形なのであの稼ぐことに執着しすぎるとあの例えば何人集めなきゃいけないとかいくら稼がなきゃいけないっていうのを誰かに言われるような形で動いている人ってお金を稼ぐ稼ぎ方に主体性がないなって。 いいうふうふに思っているんですよあの例えばそれは私もコンサルはやってるんですけれども、えー、企業塾もいろんな種類があって目標値とか目標人数目標金額っていうのを設定してそれをこ,うこなさなくちゃいけないっていうような状態になっちゃっていると頑張るのはいいんですけれどもそれによって。 手段に対してなりふり構わずやってしまうっていうのはモラルとしてどうなんだろうっていうのを感じる時があるんですねだからみんなで決めたルールがあるんだったらやっぱりそのルールの中で勝負をするっていうのが大事と思いますしそもそもその集めるっていうのはもちろん集めるんですけれどもそう自分の幸せのために 集客をしててていいるっっう感覚の人ってその自分の幸せに集客のために集客をしているからそ,そういう発信をやっぱり SNS でしちゃうんですよねで。それを見てる人がどういうふうに感じるのかっていうのも考えないでやっぱ発信をしちゃうのであの幸せなお金の稼ぎ方じゃないなと思って見ているので、まあ、自分が先に出すっていうことを。 どれだけできるかっていうことが一つそういう方が増えてきている中でのポイントかなというふうに思っているんですね幸せなお金は相手のことを思う部分で自分が先出しをするっていうそれができる思想があるかどうかっていうのがポイントワンですでポイントツーは不幸な不幸せなお金は長続きしないということですね さっきの一番に関連して共通する内容なんですけれどもあの例えば誰かを出し抜いたりとか無理やり契約を迫って契約をしたお金とかあのみんなが喜んでお金を払ってうまくいってるお金とどちらかだけがうまくいってどちらかなんだか損した気分になってるお金っていうのはやっぱ経営が長続きしないんですよね。そこにはあの不幸なオーラが 染み付いてててるるるお金を動かかしてることになってるからですやっぱりお金にも感情があると思っていて幸せなお金のところに幸せのお金って集まるんですよお金同士でねで幸せのお金を扱う人ってどういう人なのかっていうとやはり自分のことはもちろんなんだけれども一緒にお客様も幸せにしようということを考えているタイプの人ですね。 その人の人ところには幸せなお金が集まりまりすだから自分がいくら稼ぎたいからっていうのを宣言してその宣言通りに集客をするっていうのを逐一 SNS で報告をしていくっていうのはやっぱり幸せなお金の稼ぎ方ではないだろうというふうに個人的には思っています。ははいいそそのののののお金を、えー、払っった方の気持ちっていうのはその人の えー、売上達成のためにお金を払ったわけではなくてその人の夢を叶えるためにその先生とかにお金を払ってるわけだからその気持ちを考えると、えー、自分が目標達成をしたいがためにお客様がいるわけではないという視点を考えてみるっていうことも必要なんじゃないのかなというふうに思っています。だからあのそういういいのを見ている 他者ですね。もしかして未来のお客様になる方かもしれない方が見ていた時に、その絵姿はどういう絵姿に映るんだろうか。っていうのは一旦あの考えてみるといいと思いますね。はい、だから不幸せなお金は長続きしないということです。ということは、長期的な経営はうまくいかないということですね。あの。人の気持ちというものを考えた状態で。 経営っていうのはやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思ってます三つ目ですね三重、えー、競争からは幸せの経営は生まれないっていうことですねあのこれもなんか女性だからなのかよくわかんないんですけれども三重とかで誰それさんがそういう状態になっているから私はこういうふうにするんですみたいな感じとかすごい競争心あの ライバルの分析は必要なんですけど変な競争心っていらないとか思っていてあのどの道ですね、まあ、教室業確かにたくさんあるんですけれども選ぶのってお客様なんですよねだからあの人がこうだから私はもっとこうしなくっちゃとかあの人がこんな風ににぎわってて私はなんかうまくいってないっていうその嫉妬とか見栄とか。 それに合わせて自分の教室を変貌させたり SNS のコメントを発信していくのはいかがなものかと思っているんですよだからあの見栄を張るっていうことは自分とその、まあ、じゃあ例えばライバルの先生との関係性なだけじゃないですか。だけど見るべきはあの 幸せにしてあげなきゃいけないお客様なんですけどそこってすごく置いてかれてることが多くてそういう方の発言とか聞いてるとやっぱり自分本位なんですねっていう感覚なんですよね。であの私再三よく言ってるんですけどもサービス業なんですよね教室業ってだから自分が先にお客様に喜びを与えてその対価をいただくっていう職業なんですよ。だから見栄とから見と競争で あの先生こうだから私こうしなくっちゃって言って半ば騙すように例えば集客をしてお金が集まったとしてそれってお客様幸せですかで自分それ一瞬お金集まってるかもしれないけれども長引き続きしないですよこの方たちがなんかちょっとこう騙されたとは言わないにしても自分たちっていうのはこの人の売り上げのために使われたみたいな見え方になっちゃう。 ですよねそういう発言と発信を繰り返すとだからあの見栄とかか競争からは幸せな経営は生まれなないいと思っているんですよなのであの幸せな経営と幸せなお金の関係性っていうのは自分ファーストじゃなくてやっぱりお客様ファーストの視点に切り替える必要があって売り上げ目標値はあってもいいけれども数字ばかり追いかけすぎると 人の顔が見えなくなりますよっていう警告を言いたくて、えー、警鐘ですね警告というか警鐘を鳴らしたくて今日のお話をしていますなぜこの話をするかっていうことを一番最初に申し上げたんですけどあのそういう視点で考え方をするプチバブルで稼げるようになっちゃった先生が稼ぎ止まりになって要は一瞬お金を手にして あのお金を手にする生活水準に変えちゃった後にそのお金を手にする経営が続かなくなったことによって困っている人からの相談が増えてるから <laughs> ごめんんななさい <laughs> 増えてるからなんですよだからそもそもその方のマインドを変えなくてはいけなくて幸せな経営っていうのは搾取から来ないということなんですよね。例えばそういうい観点を あの、そのお金に対してですよ。がめつく執着しないっていう使い方をもしもできるんだとすると、寄付的なことをできるかどうかっていうのも結構大きな要因ですよね。まあ、あの、私、寄付っていうか、まあね、神,神社の奉納みたいなところとかもやってるんですけれども、まあ、その金額と自分の親と、えー、っと、主人の。 両親に対して稼いで上がってった。年率っていう言い方変なんだけど、その金額に合わせて毎年毎年渡してるお金年末なんですけどね。増やしていってるんですよ。あのさすがにね。10%差し上げるって言うとですよ、ね。総売上高の10%差し上げるって言うとなかなかな金額になるんですが、まあ、利益に対しての10%ぐらいとかっていうと数十万で。まあその神社と母と。 実家みたいなとこで、まあ、今どれぐらい上げてるだろう 100, 100何十万かああの差し上げてるんですけどねでそういう手離れをするお金を持つっていうこと搾取だけではなくてですよそれがやっぱりね大事なことかなというふうに思うんですよね。でないと変にお金に執着すると幸せなお金がやってこないので適度にあの寄付的な状態でお金を手放せるかで ええと、総利益の10%とか目指してみるといい,いいと思いますよ。まずはまずは。そうすると変なお金のね。執着心っていうのはなくなっていくと思いますので、一項で参考にしてみてください。はい、ということで、えっ、ー、と本日の、えー、まとめになります、えー。幸せな経営と幸せなお金の関係性はい。まずポイントが3つあります。1つ目は幸せな。お金は自分が先に出すっていう。 ことですね。先に奉仕するサービスをする。二つ目は不幸せなお金は長続きしない。すぐにあの終わりを迎える。その継続的に長く続くっていうことが少ないということです。三つ目、えー、見え競争からは幸せな経営は、えー、生まれないということですね。はいこの三つが最近のうーん教室業でのま先生の動きを見ていて。 感じたことなのでお話としてまとめてみましたご参考にしてみてくださいそれでは